お疲れさん。ダンジョン探索にトレジャーハント、やはりお前の仕業か。ずいぶん面倒なお遊びに付き合わせるじゃん。少しは障害がないと君らだって楽しくないだろう。道化師ならではのお茶目なサービスとでも思ってほしいな。全然嬉しくありません。それにしてもとても結社なんかにいるような年には見えないんだけど。そのあたりがレンちゃんと同じような感じなのかしら。彼女と違って見た目通りの年じゃないけどね。そうそう、クロスベルの独立無効宣言は拝聴させてもらったよ。なかなか興味深かったけど、かなり茨の道じゃないかな。覚悟の上だ。たとえ茨の道であろうと、踏み越えなくてはならない時というものはある。まあいいか、クロスベルはどうなろうと僕の使命からは外れている。その意味ではとっとと撤退してもいいんだけど、最後にとっておきのショーを披露させてもらおうかな。これ現実、いえ特殊な異想空間の展開。魔術的な結界に取り込むつもりか。ここは足場が悪いから、もう少し広い場所に案内するよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、いざ尋常に勝負なんてね。とっておきのショーを見せてあげるよ。絶対に負けられない。負けられない。
何とかしないと。やっぱり慣れないことはあんまりするもんじゃないね。どうだ、僕たちの勝ちってことでいいのかな。依存はないよ。まあ鋼の聖女相手に勝てるとはとても思えないけど。余計なお世話だっつーの。これにて僕はクロスベルを去らせてもらうよ。人に作られし至宝の行方、本当はもう少し見届けたかったけど、帝国方面は忙しくなってきたからね。
原因。今度はエレボニアの方をめちゃくちゃにするつもり。すべては偉大なるマスターの意志によるだが、答えを出すのはいつだって運命の中にある。それは君たちも同じ。何？答えを出す。運が良ければまた会おう。果たして君たちがどんな答えを出したのか、ぜひ聞かせておくれよ。最後まで思わせぶりなことを。私たちが答えを出す、まあとりあえず金の共鳴を。そうだな、私も手伝います。クロスペルシアを包む結界も。行こう、星見の塔へ。了解です。オーケもう大丈夫だ。
Thank you.
けに行くぞ。チャンスだ。よし、新手か。望むところだ。お返し。やるじゃない。やっと。よし、一気に行くぞ。わかったわ。はい、私の番ね。さてと、ここだ。いい感じだぜ。グッジョブです。兵器大きいな。見たことのないタイプだ。データベースで見かけた。リビールの異変で結社が使用したタイプに似ているみたいですわ。ヴァンガードだったかな。高性能の白兵戦タイプのはずだよ。ヴァンガード F3 スレイプニル、我が敵機体が運用している特別に調整された機体です。あなたは鋼の聖女。無事カンパネルラの守りを突破したようですね。この宿業の塔では我が隊が相手を務めましょう。まずは彼らの守りを突破してみせなさい。話はそれからです。上等。全力で撃破する。かかってきなさい。
ぞ。任せて。停止。はい。そこです。私の番です。えい。迎撃完了。先に行きましょう。どうやら資格はあるようですね。塔の要所は敵隊の大使たちが守っています。覚悟と決意を持って挑むがいいでしょう。敵隊、甲冑をまとった娘たちか。結社の中でも最強と言われる戦闘部隊さ。一人一人がレギオンに迫ると思った方がいいかもしれないね。確かに相当ヤバそうな娘どもだったな。エリーさん、何か気になることがあるのか。あ、うん、大したことではないの。鋼の聖女、兜で顔を隠していたけれど一体何者なのかと思って。そいつはわざわざ顔を隠しているのも何らかの事情がある。うん、聖杯騎士団でも素顔と素性はつかめていないね。犯罪歴があるからといった単純な理由でもなさそうです。そうだな、そのあたりも彼女たちとの対決だ。彼女の言葉じゃないけど、覚悟と決意を持って挑もう。ええ、
すまない、みんな。私の番ね。へい。ありがとう。皆さん、大丈夫ですか？ありがとうございました。ありがとう。さっきと、ああ。任せろ。エニグマ駆動。ダメダメです。行くぞ。それ、助かりました。任せて。そこ任せてくれ。行きます。さあ任せて。そこ行くぜ。俺の番だね。よかった。
今だわ。行きます。はあ、データ収集に終了しました。待っていたぞ。お出ましか。敵対が大使、豪気のアイネスという。アリアンロード様の命により、まずは先方を務めさせていただく。見知りおき願おうか。特務支援課ロイド・バニングスだ。話し合いをする余地はどうやらないみたいだな。無論だ。湿地帯の時はいささか未熟にも感じたが、今のお前たちならば十分我ら敵機体の相手として不足はない。アリアンロード様の前にたどり着く資格があるか、我がハルバードで試させてもらうぞ。望むところだ。敵機体の大使相手ならこちらも不足はない。いざ、じ手ごえぞ。気をつけろ。わかった。行くぞ。私の番ね。メガ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 。ああ、任せろ。任せろ。はっはっ。えいえい。行くぞ。私の番ね。で、まだ刻印中。行くぞ。私の番です。今です。ダンディさん、任せろ。気をつけ。行くぜ。私の番ね。さあ、全力で行くわよ。了解。俺の番だな。
俺の番だな。おら任せて。やっ手こずってるかい。行くぞ。今だ。行くぜ。さてと、で、行きます。よっしゃ。我がハルバードをしのいだ。約束通り道を開けよう。だが後に控える二人も百戦錬磨慢心せずに挑むことだな。気配を出した転移して消え、とんでもねえ娘だったな。ああ彼女の噂は聞いてたけど、まさか。でも全力を尽くせば勝てない相手じゃないです。ああこの調子で先に。やっぱり何かが引っかかるよ。よし、やっ、はっ、レイ、やっ、敵、続けてくるわ。行くよ。がっ、僕の番か。行きます。あたしの番ですね。この調子で行きましょう。畳みかけるぞ。了解だ。迎撃完了。みんな先に進もう。
よし、上出来だ。やるじゃない。一気に行くぞ。分かったわ。二人目の戦うため。弓使いかよ。
アイネスを退けるなんてなかなか大したものね。ここは手加減抜きで行かせてもらっていいのかしら。は無用だ。立ちふさがるのなら全力で撃破するのみです。その息やよしね。さあ見せてもらおうかしら。我が陣をかいくぐりアリアンロード様のもとに立つ。あの弓は厄介だ。了解。頭上からの狙撃を警戒します。強そうね。みんな気をつけて。分かった。いや行くぞ。今だわ。私の番ね。セーフ。私の番です。ファースト発動。了解。私の番です。さあ。さてさて。そこ。俺の番だな。いや。
や。うっさ。ぜ。避けて。行くぞ。今だわ。任せて。せーの。私の番です。そこです。行くぜ。任せて。行くぞ。助かりました。うっしゃ。今だ。私の番です。ガンダム。うっしゃ。俺の番だ。やっと。先生。行くぞ。やっと。私の番ね。やっ。よっしゃ。はい。世話が焼けるな。それ。せい。はい。よし。それ。助かりました。行くぞ。よし。よし、上出来だ。さすがですね。参ったわね。後でデュバリーに睨まれてしまいそうだわ。さて、残るは一人。私たちの筆頭だけあって、実力は折り紙付きよ。心してかかる子。ああ、かなりギリギリだったぜ。まさかガレスに匹敵する狙撃を弓でやってのけるとは。でも上から弓を射るだけかと思いましたが、リチギンも降りてきましたね。やっぱり誇り高さを重んじている。そうね。古風というか、今時珍しいというか、まるで中世の騎士道を地で言ってるみたいだわ。ああ、言われてみればウロボロス。本当に底の見えない集団だな。まあ、とにかく次で手下はラストみてえだ。相当手強そうだが、気合を入れるしかねえだろう。ああ、行きましょう。
そこです。よっしゃ、よし、特攻。皆さん、お疲れ様でした。畳みかけるぞ。大丈夫だ。任せて。はい、ここだ。よっしゃ、よっしゃ、いい感じだぜ。さすがですね。
さてと、はい、チャンスです。そこです。俺の番だな。ふっ、任せてくれ。せっ、悪いな、先に行かせてもらうよ。始めましょう。せいディア。さて、そこ。私の番です。さあ。ここだ。ふん。俺の番だ。えいディア。さてと、そこ。私の番です。そこです。これで一安心です。やっやっ。みんな、チャンスよ。了解です。せっはっ。今だな。私の番だ。そこです。俺の番だな。ふん、行くぞ。やっほー。さてと、そこ。うっしゃ。はっ。ちょろいぜ。さてくれ。
の番だな。やっと世話が焼けるな。いくぞ。おととい来やがれってな。
私の番です。えい、うっしゃ、行くぞ。セット。任せて。俺の番だな。やっ、やっ。はい、そこです。行くぜ。こんなところかしら。そうな表情は。いえ、筆頭というのでどんな方かと思ったのですが、意外と可愛らしいっつうか。可愛らしい、なんという屈辱。いいでしょう、本気で行かせてもらいます。これはなんて闘技。かの検定に迫ると称されし、神速の剣、とくと味わい。来るぞ。全力で撃破。歯応えありそうじゃねえか。いくぞ。ええ、行くぞ。任せて。まだ
番だな。ふっ、手こずってるぜ。はっ、そこ、よし、えいっと、私の番です。よせ、私の番です。ガンガン任せろ。さあ、始めするか。くらえ。行くぞ。嘘じゃなさそうだね。とんでもねえお嬢さんだな。勝負は勝負、口惜しいですが、潔く道を開けます。待って、あなたたちは、いえ、ひょっとしてあの鋼の聖女は、この上で待ち受けるは武における究極にして至高、己の魂と決意をどれだけ剣に込めてね。エリーさん、先ほどのは彼女たちの素性について。ちょっとありえないことを考え、みんなを混乱させたくないから、あえて言わない方がいいと思う。そうか、わかった。まあ、お嬢がそう言うんならその方がいいんだろう。しかし、いよいよ鋼の聖女。どうやら屋上の鐘の前で万全の準備を固めて階段を上り、
来ましたか。どうやら覚悟と決意は固まったようですね。鋼の聖女、ウロボロスの使徒ですか。カンパネルラが言うには、あなたたちの計画とやらはすでに帝国方面に移ったそうだ。これ以上クロスベルに居続ける必要はあるのか。いいえ、厳密にはありません。博士はゼロの思考の潜在能力に興味を示していますが、すでに我らの計画からは、あとはクロイス家の方々とあなたたちの問題でしょう。だったらどう。正直関係ないんだったらお引き取り願いたいんだけどね。簡単なことです。司法の巫女殿から直接頼まれたからです。キリアちゃんから引き受けましょう。巫女殿の意味は極力そうよう、マスターに申し伝っています。ありがとう。あなたたちのマスターにもお礼を言っておいてね。戦機、剣聖、いずれも人としての域を超えた者たちが集っています。これ以上先に進めば、あなたたちも無事ではいられない。傷つく姿は見たくない。そのように言っていました。キーは希望は。ありがとう、ハガルの戦士。おかげで迷いを完全に断ち切れた気分だ。なるほど、今の話を聞いてそうなりますか。どうやら最後の一押しをしてしまったようですね。ああ、あなたには何としてもそこをどいてもらう。壁を乗り越えて、あの子を抱きしめるためにも。ここで引いたら男が廃るってもんだぜ。女だって同じです。どうやら完全に火がついたみたいだね。私も全力で援護させてもらいます。いいでしょう。アンギスが七中、鋼のアリアン王、ゼロの巫女殿の望みに従い、ここに壁として立ちふさがらん。いざ尋常に勝負。見せてみなさい、あなたたちの覚悟。ここは引けません。俺の番だ。さてと、聖地魔の刻印機。俺の番だな。バーストの発動。了解。俺の番だな。よっしゃ。気をつけ。行くぜ。行きます。ガンナ。よっしゃ。
ない。みんな、おめでとう。なるほど、口だけではありませんね。もろいすぎる。マジかよ。出られるかよ。力不足の感は否めませんが、アリアンロード、もしかして聞いてくれるのですか。一筋の光明を示せたのであれば、これ以上は無用の手出しというもの。この結果をもって巫女殿には納得してもらうしかありませんね。マジか。鋼の聖女、感謝する。だが僕らがあなたたちと慣れ合うことはありえない。それは分かっているのか。無論です。アーノ聖と帝国での動乱が決着すれば、幻影計画も完了する。ホタルの天幕がどうなったとしても、私有を決する時は近いでしょう。ああ、それでは運命を前に、あなたたちが答えを出せること、当吉より祈っています。
まして。たく、とんだ聖女様だぜ。めちゃくちゃ美人でタイプなお姉様だったのに、くどくどころじゃなかったしよ。ランディさん、そういう問題では。でも本当によくあの名誉砕くまで食い下がる。私たちもそれなりに成長できているみたい。ああ、そうだな。ま、キーヤの話を聞いて腹をくくることができたのか。そうね。はあ、あんなこと言われちゃうな。絶対に取り戻して抱きしめないと気が済みません。やれやれ、本当親バカだな。ロイドさんたちらしいです。よし、うまくいけばクロスベル氏の結界を。こちらダドリー、結界の消滅を確認した。これよりメルカバへのコンタクトを試み。結界が消滅しただと。結社の連中も不甲斐ない。全てのアイオーンを都市防衛に回すべきか。国防長官を呼べ。ベルト、シグムントたちもだ。来た。青い壁が。心配は無用だ。お前に害が及ぶことはないから。私のことよりお父さんの方が。どうして、どうしてこんなことに。お母さんだってきっと悲しんでるはずだよ。そうだな、さやの家はきっと困った顔で説教されただろう。しずく、お前に一つ頼みたい。ベル、リーダーが探してるみたいだけど行かなくて。お父様にはもう少し焦っていただきましょう。やはり金の共鳴がないと結界の展開は難しいですか。うん、今のままだとあの子たちは動けるけど、空の力は使えないかな。ロイドたち来るよ。困りましたわね。これでは予定通り動くしかなくなってしまいます。カーレン、フランクリン、全てはキーヤさん次第。私たちは従うわけです。ここで降りるか、それとも全てを叶えるか。そろそろ選ぶ時です。最初から他に道がないのは、キロイドやエリー、ティオやランディ、しずくやみんなのためにも。きっと全てを叶えてみせる。
そんじゃ領空内に入ったくらいじゃ攻撃される心配はなさそうか。ああ、どうやらアイオンたちは都市防衛に集中しているみたいで、クロスビル市に接近しない限りは大丈夫だと思うよ。よっしゃ、これでなんとか目処がつきそうやな。明日の明け方にはそっちに戻る。タイミングについてはそん時に話すとしようや。了解。キュミ、代わって。リースさん、エリーさん、ご無事で何よりで、ロイドさんに他の皆さんたちも。おかげさまで。いやこんな形でリースちゃんと話せるとは思わなかったぞ。私たちの突入を助けてくださるんですよね。ええ、こちらのメルカバで都市を防衛するアイオンたちを引きつける予定です。傭兵と国防軍の方までは対処できませんが。十分です、本当に助かります。リースさん、ケビンシンク、なんとお礼を言ったらいいか。ま、礼を言うのは無事成功してからにしてや。一応こっちも助っ人を連れてくるつもりやけど、それでもあの人形ども相手じゃ分が悪すぎるかもしれん。確かに。ま、あまり無理だけはすんなよな。おおきに、ワジ。そんじゃ、明日の当たりな。ああ、待ってるよ。それでは失礼します。うん、厳しい一日になりそうだな。そうですね。地上の戦力差についても、大統領側が上回って、なんと言っても、あの人形たちがとんでもない強さなんでしょ。マイスターによれば、白い機体の空間消滅の力は使えなくなったそうですが、それでも基本的な性能は変わっていないのですよね。うん、そう思っていた方がおそらく無難だろう。白い機体はこの9号機が様子を見ておく必要があるが、いずれにせよ都市周辺では膠着状態になることが予想される。鍵を握るとしたら潜入を担当する僕らだろうね。ああ、分かってる。なんとか入り込んで課長やダドリーさんたちと合流しないとな。しかし大丈夫なのか。ダドリーからの連絡が途中で切れちゃうんだそうだ。多分通信ターミナルで強制遮断されたんじゃね。特定のエニグマ登録番号だけ操作シーンを無効にできたはずだし。それじゃあ市内では大統領側は通信が使えるけど。はい、通信ターミナルも抑える必要がありそうです。オルキスタワー内にありますから簡単ではなさそうですが。いずれにしても全ては明日の朝ですね。クロスベル市解放作戦、キーヤちゃんを取り戻すためにも何としても成功させないと。ああ、今夜は休んで英気を養っておく必要がある。みんな仮眠室もあるから疲れていたら休んでくれ。万全の体制で明日の朝に臨むとしよう。ああ、
作戦を開始する。クロスベル警備隊所属独立解放部隊オープンコンバット。 Yes, move! を開始する。相手はいや獣どもを駆逐しつつ敵両兵団を翻弄する。狙撃に気をつけながら懐を食い破れ。はソーニャ司令の部隊がこっちに攻めてきた。大丈夫だろ。政治的な問題が決着するまで静観するって話みたいだし、とにかくケリがつくまで俺たちはただ待ってりゃいいさ。そんな日和美さんな考えでいいのかしら。このパテルマテルをあんな人形さんたちと一緒にしないで。まさか敵なのか。ユキさんたちはどうでもいいでしょ。踏みつぶされたくなかったら下がっているといいわ。ほら来たわよ。いいから下がりなさい。その程度の戦力で介入できる勝負じゃない。敵もです。ねえ無茶しないで。私たちも全力で援護するから。パテルマテルも強化されたけど、それでもパワーはあちらが上だ。翻弄しつつ勝機を見出すしかない。うん、わかってる。これ以上あの人たちが暮らす地を勝手にはさせない。行きましょう。エステル、ユジュア、パテルマテル。ツンツン頭のシンクが言ってた助っ人ってのはエステルちゃんたちだったのかよ。ああ、本人たちたっての希望でリベールから連れてきたらしい。それよりチャンスだね。うん、高額迷彩を解除しつつ南口に降下する。船艇のハッチから降りるがいい。わかった。
よろしくお願い。エイドスの加護を。皆さん、どうか気をつけて。私は上空から取材をさせてもらうわ。ま、こっちも能力ネットからバックアップはしてやるぜ。なんとか課長たちと連絡を取りたいけど、なんだこの青白いモヤは。まるで総員や塔で出ていたような。人通りも全然ありま、まあ町の外で戦闘が起こっているから避難してるんだろうけど。ディオちゃん。なんだ、どうした。中央広場から共鳴音が聞こえます。あの大金です。メリー、行ってみましょう。スベル氏を包んでいた結界と同じような。多分同質のものです。そして鐘の共鳴がこのモヤを発生しているのかと。おい、これは気をつけて、周囲から来ます。しかもこれは星見の塔にいた。同じ魔導のゴーレムですが、はるかに危険そうです。とにかくぶっ倒すぞ。ああ、撃破する。かかってきなさい。ライダー、今だ。ああ、俺の番だな。よし、上出来だ。やるじゃない。どうしてあんなのが街中。まさかおじさまたちが放ったとか。そんな絶対に許されないです。でも可能性としてはそれが一番ありそうだね。どうやらこの鐘も関係してる。また来ます。しまった。なんとか突破し。課長、ダグリン様。やっと来たか。話は後だ。こちらについてこい。はい。合点承知だぜ。もう無事解放されたんだって。もうこれで思い残すことはないよ。主任、感激しすぎです。でもご無事で何よりでした。はあ、キヨ君が僕の無事を喜んでくれるなんて。1日100回以上エイドスにお祈りを捧げた甲斐があったよ。さすがにうざすぎです。それにしても
よくこんなに集まりましたね。やっぱり大統領への反感が高まってるってことか。まあ当然だろう。昨日だっていきなり全市内に戒厳令と外出禁止令が出された。その後青白いもやが立ち込めたと思ったら、まあ、もはや断じて見過ごせる状況ではない。さすがに逮捕令状は取れませんが、現行犯逮捕という形で大統領一派を抑えるしかないでしょう。そうですね。それしか方法はなさそうです。市民の安全はどうですか？今のところ戒厳令と外出禁止令におとなしく従っているようです。町の外で戦闘が起きているのも影響しているのではないかと。でもいきなりだったから備えのない市民も多いみたいでね。市民会館やホテルなんかに避難している人もいるみたいだし、かなり困ってるんじゃないかな。なるほどな。一刻の猶予もありませんね。しかし大統領一派を抑えるとなると、オルキスタワーを攻略する必要があるってわけだね。ああ、すでに大まかな段取りはできている。市内に残った遊撃士たちと連携もできそうだしな。あとはお前らが来るのを今か今かと待ってたってわけだ。課長、待っててくれて感謝です。それで具体的な段取りはどのように？現在タワー前には先ほどの魔導兵の大軍が守りを固めているようだ。それをここにいる全員と遊撃士たちで強襲する。その隙に突入チームが車両でオルキスタワーに突入。そのままタワーの制圧を開始するっていう段取りね。なんていうか、かなり強引な段取りだが、勝算はあるのかよ。どうやら国防軍のほとんどは市外に回されているらしい。おそらくタワー内にいるのはアリオスをはじめ少数のはずだ。ジオフロントからのルートは相変わらず封鎖されとるからな。この辺りが現状で取れる最善の策といったところだ。なるほど。そうなるとその突入チームというのはもう決まってるんですか？いや、これからだが。お前たち、まさか？ええ、できれば突入チームを俺たちに任せてください。タワーにいるキーをこの手で取り戻すためにも。ああ、そいつばかりは他の連中には譲れない。タワー内のセキュリティなら私がいれば役立ちます。私もベルやおじさまを直接問い詰めたいと思います。一度国防軍として彼らに加担した身ですけれど、だからこそ放っておけません。まあこのメンツだったら修羅場もくぐり抜けてるしね。チームワークのことを考えるとうってつけなんじゃないかな。きっとお役に立ってみせます。お前たちやれやれ、あのひよっこどもがすっかり一茶前の顔になったもんだ。課長、まあいいだ。突入チームはお前らに任せる。だが全ての段取りが整ってるわけじゃなくてな、もう少し待ってもらうぞ。というと？オルキスタワーへのハッキングを進めている最中なんだ。
本当ですか？ああ、そうなれば突入チームへのバックアップもしやすくなるし、通信妨害も解除できるだろう。それとギルドや各方面にも改めて連絡を入れる必要がある。とにかくお前たちが突入チームに回るという前提で最終的な段取りを詰めるぞ。それじゃあダドリーさんの突入チーム。ああ、通商会議の警備でオルキスタワーの構造にも通じているからな。市街地を行くならある程度案内もできるだろう。支援課だけに任せてはおけん。いや、またかよ。もはやお約束ですね。でも助かります。突入に使用する動力車ですけど、本当に支援課の車両を？ああ、現時点で一番馬力とスピードの双方を合わせ持っている車種だ。市街地を強行突破するにはまさにうってつけだろう。確かに。まあ支援課に残っているなら利用しない手はないよね。ですがこの数で市街地を動くとさすがに目立ちそうですね。ならば同行するメンバーを絞り込むがいい。それ以外のものはここで待機していればいいだろう。了解しました。
始めましょう。せっディア今だわ。行きます。エイ任せろ。エイそこ俺の番だ。せっ俺の番だ。100年早い。うん、
畳みかけるぞ。了解だ。せいや任せて。チャンスです。皆さん、これおれの番だな。僕の支援か。帰ってきたわ。あ、帰ってきた。おかえり。行ってきます。
それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。いただきます。なんだか夏…はい、まだ1ヶ月くらいしか経っていませんけど、でも思ったよりも荒らされてはいないわね。てっきり国防軍の捜索が入っているかと思ったけど。どうやらあの子への配慮があるらしいな。大統領サイドにとって彼女はあまりに重要な存在だ。大切にしていた場所を荒らして機嫌を損ねたくないのだろう。なるほど。なんか露骨ですが、変わってないのは嬉しいです。コッポ、そう、無事でいてくれたのね。そう、お疲れ様。少し留守にしていただけです。またきっと戻ってきます。なんて言ってるんだ。どうやらあれからずっとここで暮らしていたみたいで、私たち同居人のことも一応気にかけてくれたようです。そっか。猫にしては珍しいくらい。せっかくですからキャットフードの用意をしておきましょうか。俺たちの車、なんとか無事みたいだな。よかった、一安心です。問題はなさそうだ。しかし確かこの車はリーター元市長がある程度融通したと聞いているが。そういえば確かにセルゲ、なんか皮肉的です。まあ経緯はどうあれ、こいつも支援課の一員だ。ちゃんと使えるかどうか中もチェックするとしようぜ。ああ。フッ、 ZCF の最新動力車か。確かに使い勝手が良さそうだ。一家での運用も考えたいところだが。陸前度の状況を考えるとリベールからの輸入も難しいかもしれませんね。うん、整備状況はいいし問題なく動かせますよ。確かにこの子なら強行突破も難なくこなしてくれそうです。そうか。これで突入用の車両は確保できましたが、一旦課長たちのところに戻ります。
ましょうか。そうね、最終的な。これは車載の通信機だ。どこかからの連絡。ロイダさん。ああ、オンにしてみてくれ。みんな念のため声は立てないよう頼む。お久しぶりね、特務支援課のみんな。キリカよ、キリカローラン。え、キリカさんすか。ロックスミス機関の室長、まだクロスベルにいたのか。私たちの動きを全て把握しているんですか。この状況であなたたちがどう動くか予測しただけよ。忙しい中時間を取らせて申し訳ないのだけど、情報交換をする気はないかしら。それは。バニングス、お前が決めろ。我々一家は彼女とのパイプを未だ構築できていない。わかりました。了解です。キリカさん、どちらに行けばいいんですか。クロスベル駅、3番ホームに停車している列車の2番車両。駅に人気はないから安心するといいわ。わかりました。3番ホームの列車の2番車両ですね。ところでレクターさんもそちらに。ご明察。それでは待ってるわ。相変わらず。しかもレクター隊員いるみたいだけど。まあ行ってみるしかねえだろう。ああ、クロスベル駅に行く。了解です。念のため備えだけはしておいた方がよかろう。